皆様、こんばんは。みんな、大好きウォンレス速報のお時間です。3月16日、木曜日もウォンレスの女神、ヤス姫にお付き合いくださいね。ウォンレス速報の後は、気になる韓国経済ニュースをピックアップするので、最後まで視聴するのよ。これは、お姉さんとの約束よ。では、最初はウォンレス速報からね。記事のタイトルを読むわよ。韓国証券市場、ウォンレス速報、開幕は、1312.96 クレディスイス危機で、狭い範囲で殴り合い。では、記事の突っ込みを読むわよ。韓国証券市場、今朝、ウォンレス速報の特別版で、クレディスイスに引き起こされた危機を、特集したわけだが、幸いなことに、スイス中銀が早めに動いて、クレディスイスに流動性供給を発表したことで、混乱はある程度収まった。日経平均が2万6000円を割れる事態は回避された。そして2万7000円に戻している。ただ、この金融不安は、どの国でも起こり得ることであって、FOMC が金利を上げていけば、第2、第3の米シリコンバレーバンクのような経営破綻が起きる。そのあたりが全く解決されてないため、市場としては、FOMC に、注目度がよりましただろう。今回の FOMC は、どんな結果であれ、本編でも必須の内容になることは言うまでもない。韓国経済にも大きく影響する。といったところで、今日の開幕から見ていこうか。スタート値は 1312.96。では、チャートを、録画したチャートを貼るわよ。開幕は1313。最初は間に合い。徐々にウォンが売られていくと、歓迎が仕掛けた。歓迎砲だ。ドーン。10時頃には、一気に1310を突破して、1308ウォンまで上昇。これは、今日は、1310防衛線といったところか。そこから、ウォンは、狭い範囲での打ち合いとなる。ただ、劣勢が続く。12時頃には1312ウォン付近。1310防衛したいのに、それができない状況。14時半頃には、1310を突破するも最後は押し戻されてしまう。結果は 1313.0。9.3 ウォン安。結局、1310防衛に失敗した。歓迎の敗北である。記事の突っ込みは以上。今日の結果を読むわよ。2023年3月16日の韓国証券市場。コスダック指数 0.81 ポイント、上昇 781.98、終わりね。総合株価指数 1.81 ポイント、下降 2377.91、終わりね。ウォンドル相場 9.3 ウォン安 1313.0、終わりね。投資主体別売買動向。個人が691億で、買い。外国人が866億で、売り。期間が38億で、売りとなった。個人が買い。外国人と期間が売り。まあ、規模も少ないので、様子見てところだよな。韓国債と社債の利回り。国庫債券1年。3.385-0.084。国庫債券3年。3.400-0.073。国庫債券5年。3.364-0.060。国庫債券10年。3.394-0.024。会社債 AA、無保証3年。4.098-0.071。会社債 BBB、無保証3年。10.521-0.074。CD91日。3.620+0.010。CP91日 4.020.0 韓国債と社債の金利は下がった。これも米国債10年利回りが 3.5110 まで下がっているためだ。日経平均とトピックス。日経平均は 27,010 円61銭。
マイナス218円67銭。トピックスは 1937.10。マイナス 23.02 ポイント。日経平均は、なんとか2万7000円割れを回避できたと。ドル円。朝の7時には 133.296。それから、9時半には132円まで上がったが、また、一気に133円に戻るという。17時過ぎには 133.146 あたり。気になるニュース。さっき速報で流れたのだが、日本の経済産業省が、半導体などの製造に必要な、フッ、化水素、フッ化ポリイミド、レジスト、環光材、フォトレジストの3品目について、対韓輸出規制の解除を決定したと発表したという。それで、韓国政府は日本の輸出規制措置に対する、世界貿易機関 WTO への提訴を取り下げることを決めたという内容だ。え？フッ、化水素の行方もわからないのに、日本の経済産業省は輸出規制解除したのか？と思ったかもしれない。最初に、こちらも不思議に思ったのだ。ただ、落ち着いてほしい。そもそも、日本は、韓国に輸出規制なんてしていない。輸出管理措置の厳格化である。正しく読むと、その厳格化が解除されたわけだが、経済産業省は、3年ぐらい様子を見ると述べていたので、日本の輸出管理に必要な書類や人材などを用意したってことを経済産業省が確認できたこと。それで、韓国が WTO 提訴を取り下げる条件で、輸出管理措置の厳格化を解除した。こんな感じだろう。そして、韓国が求めているのはこれじゃないよな。そう、ホワイト国への復帰だ。実は、別ソースでホワイト国は解除されてない。そもそも、輸出管理措置の厳格化とホワイト国への復帰は別問題であるってことだ。ホワイト国というのは、日本が優遇した国、グループ A の復帰であり、現在、韓国はグループ B である。つまり、軍事転用可能な物資は、これまで通り、個別に審査がいることに変わりない。グループ A とグループ B の違いは、キャッチオール規制を受けるか、受けないかの話になるんだが、これを解除するには、パブリックコメントを、経済産業省は国民に求めるわけだ。だから、そう簡単に協議したから優遇国に戻すなんてことはできない。つまり、輸出管理の厳格化措置を解除しようが、しまいが、大した違いはないってことだ。ホワイト国に戻してないからな。まず、ここを押さえておいてほしい。こういうニュースは、冷静に内容を読んで判断しないと、単なる日本が韓国に屈したような話になる。だから、読売新聞の記事にも、韓国を輸出手続きを簡略にする優遇措置の対象国。グループ A ホワイト国から外した措置については、今後も、両国で協議を継続するとある。つまり、実際、何も変わってないということだ。では、あとは、経済産業省のソースを引用しておく。日韓輸出管理政策対話を実施しました。これまで、3日間にわたり、日韓輸出管理政策対話を実施しました。政策対話では、3品目込め1について、韓国側の輸出管理当局の、体制、運用、制度の措置状況を含めた輸出管理の実効性について確認しました。韓国側の輸出管理当局の体制、運用の拡充、制度の措置状況等について検証した結果、その取り組みや実効性の改善が認められました。韓国側からは、我が国の輸出管理に関する、WTO への申し立てを取り下げる旨の発表がなされることを確認しました。このため、3品目に係る輸出管理の運用見直し込みにを行うこととしました。合わせて、関連する国内事業者に対し、改めて、自主的な最終事業者の確認等を徹底するよう、周知、注意喚起を行うこととしました。なお、双方の国カテゴリーの取り扱いについては、対話を継続します。コメ1、フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジスト。コメ2、2019年7月以前のように、特別一般包括許可貨物、技術の機微度に応じて、一定の仕向け値、品目の組み合わせの輸出をまとめて、原則3年間許可する制度を適用すること。
つまり、ユン氏への努力評価で、3品目の厳格化は解除されたと。でも、ホワイト国への復帰は韓国の対応次第ってことだ。だから、そこまで騒ぐような話ではない。反射神経的には騒ぎたくなる気持ちもわからないでもないがな。ニュースは以上ね。とりあえず、ホワイト国復帰もなければ、現状は、大して変わりないわ。ユン氏のこれからの対応次第ってところかしら。これが土産になるかは知らないけど。といったところで、今日は、朝と夜の2本立てとなったわ。ジンボルトは疲れたけど、やりきった感じがすごいわ。さすがに毎回はできないけど。それではご視聴ありがとうございます。次の動画も見てください。そうそう。チャンネル登録もよろしくね。ニャス姫、お姉さんとの約束よ。それでは次回。バイバイ。